回の仙台いいね千本ノックは長町エリアのいいねな情報をじゃんじゃんお届けします。仙台市の副都心の一つ長町、駅西側には昔ながらの店が軒を連ねる一方、東側には開発が進む注目エリアアスト長町が広がります。まずは長町駅周辺の美味しい情報を連発でいいねいいね。古民家をリノベーションしたおしゃれな店構えが目を引くパブリックコーヒー&バー。僕自身が長町出身なので、長町のみんなの集まるパブリックスペースになればいいなと思い、この名前にしました。森選手がいただいたのは、外はサクサク、中はしっとりな新感覚デニッシュ。3月から5月までの期間限定、オレンジのポップオーバー。なんかただ甘いだけじゃなくて、オレンジのちょっと酸味があって、生地に染み込んだあたりもすごく美味しいです。いいでしょう。いいね。去年の9月にオープンしたペロリカレーのカレーには、大人も子供もペロリと楽しめる工夫とこだわりが。すごい、カツが大きい。ではいただきます。お肉はカツだけじゃなくて、カレーの中にもたくさん入ってて、カレーをすくうと分かるんですけど、この繊維がいっぱいあるんですけど、これがチキンをほぐしたものなんですね。さらにお子さんからご年配の方まで食べていただけるように、フルーツと野菜を、十分煮込んで、中華でも辛くないようなフルーツの甘みがあるカレーになります。いいでしょう。いいね。炭火焼きと新鮮な魚介が人気の居酒屋しずるのおすすめは、うちでは名物としてお刺身盛り合わせ伊達盛り大というのをやっておりました。毎日仕入れに行きまして、新鮮な魚介類を豪快に芸術的に盛り付けたお刺身盛り合わせです。そして見てください、このネギマ。お肉が一個一個大きくて、しかも柔らかくて、ネギもジューシーなんですよ。ビールにも合う。すいません、私ラーメンの出前取っていいですか。何言ってんの。実はこちらの居酒屋しずるは、隣のラーメン屋角屋からの出前も OK なんです。はい、失礼します。はい、どうぞ。すごい、来た来た。お待ちください。松本選手が出前を取ったバラのりラーメンのお味は、磯の香りがすっごい。これすごくあっさりしてるから、たくさん食べて、たくさんお酒も飲んだ後でもいけちゃうね。いいね。もともと隣は系列店でして、飲んだ後に締めのラーメンとして、うちのさっぱりした醤油ラーメン、を出前できるようにということだったので。角屋はサバの出汁が効いた醤油スープに数種類のスパイスを加えたカレーラーメンも人気。そして長町駅周辺には他にも気になるラーメン屋さんがたくさんありますよ。いいね。いいね。中華そば専門田中そば店のおすすめは、チャーシュー好きにはたまらないこちらの肉そば。バラ肉のチャーシューがたくさん乗ったことで有名な会津喜多方ラーメンを参考にしたラーメンとなっております。コクのあるスープに特製の辛みを加え、味の変化を楽しむことも。いいでしょう。いいね。長町で長年愛される食事処中は、とんかつとラーメンの2枚看板。その理由は、出前洋食でだから、結局こういう風なスタイルになったんですよ。とんかついただきます。柔らかい。こんな分厚いのにこんなに柔らかいのは初めてですよ私。とんかつとラーメンって結構見た目がっつりですけど、まあ、ラーメンがあっさりしてるからもうあっさりいけちゃいますよ。いいでしょう。いいね。ちょっと気になるパン屋さんを発見したんですけど、幻の天ぷらパンって書いてあるんですよね。でも天ぷらパンって何でしょうね。気になる天ぷらパンを販売しているのがビッグママおいしいパン屋さん。これが天ぷらパンですか。そうなんです、確かに見た目は天ぷらですよね。揚げてあるし、はい、もうサクッと音がしますもんね。なんだろう、お菓子みたいな。外がカリッと中がもちもちっと、はい、こちらは昔東北高校の売店で売ってたんですけども、学生さんたちに大人気で、3年間いても1回か2回食べれるぐらいだったっていうぐらい売り切れてしまうので、
それで幻の天ぷらパンという異名がつき、そうなんですね。じゃあこれを求めに当時の学生が来るということも、はい、今で言うともう40代50代のおじさんたちになるんですけどもという人たちがもううわ懐かしいって言ってこぞって買いに来てくださってます。いいね。いや長町駅周辺美味しいお店がたくさんありましたね。ん？何か聞こえる？誰か歌ってる？誰？誰誰誰？彼は長町駅前でストリートミュージシャンをしていて、シュガーボーイって言うんだって。ストリートミュージシャン？長町の？2年半前に勤めていた会社を辞め、長町駅前で路上ライブをスタート。地道な活動と優しい歌声で未来を夢見るミュージシャン、シュガーボーイ。ちょっと私彼と一緒に行きたいところあるから借りてもいい？え？あのちょっとちょっとちょっとこっち来てください。お願いします。あ、お願いします。お願いします。ここがどこだか分かりますか？ここはまさかピットじゃないですか？そうです。仙台ピットです。わあ、すごい。今年3月11日、アスト長町にオープンした仙台ピット。ピットはパワーイントゥ東北の頭文字。東北の復興支援活動から生まれた1200名収容可能な大型ライブハウス。どうですか、この大規模なライブハウス。夢ですよね。じゃあいずれはやりたい、やりたい、ここでやりたい、やりたい、駅からこっちに、駅からこっちに移動ですよ、うんうん、というわけで、もう朝を過ぎるといた君は彼と交わって消えた。春は新しいことを始めるのにもぴったりな季節というわけで、長町エリアの気になる教室を2つご紹介します。いいねいいね。まずは仙台ピットと同じアスト長町にあるレゴスクールをチェック。2人が体験するのは小学校 2,3 年生対象、ギアの秘密を解き明かせ。まずはギアを使ってコマを回すための仕掛けを組み立てます。これ小学校に2年生すごい ね小学2年生がやる、結構頭使うよね。いやいや、頭を使うのはここからですよ。ではコマ回し大会で優勝するにはどうしたらいいだろう。え、そう、レゴスクールで学べるのはレゴの組み立て方ではないんです。組み立て方を教えるスクールなどではなくって、組み立てることで、問題を解決していく力を高めていくスクールになってます。わかったわかった。40枚バギアが1回転するうちに、うん、このちっちゃい8枚バギアは5回転もしてるってこと。じゃあこれを変えればいいってこと。小さいのに変えてみる。明らかに音が違う。レゴっていうと遊びの一つだと思ってたから、うん、そうだよね、勉強の教材になると思わなかったよね、うん、いいでしょう。いいね。こちらは地下鉄長町1丁目の近くの絵画教室、金星堂。美術に対して苦手意識があるという2人ですが、上手とか下手とかね、本当実は関係ない。そんな畠山先生がおすすめするのはシンメトリー貼り絵。美術とか絵とか、こう硬い言い方ありますけど、色と形の世界っていう風に捉えていただくといいんじゃないかなと。正解がないから悩みながらもそこが楽しいです、うん。嫌なことあっても忘れて集中できそうです。これで終わり。タイトルは家紋です。僕は蝶々とか昆虫のなんかね、動き出すみたいな、それでいて春も感じさせてくれる、すごくいいと思います。線の区切りのところで色が変わるように、ちょっと貼ることによって一つの線になるみたいな。色使いももうすごい計算されてますよね。おしゃれ。ちょっぴりアートの魅力が味わえたようです。いいね。子どもたちの感性や社会性を育てるという意味では、ある意味こちらも教室なのかもしれませんよ。熊谷選手がやってきたのは長町一丁目のフラワー通りにある駄菓子屋鳩屋。失礼します。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。うちの看板犬のロックですよ。ロック、じゃあロックに会いに来る子もいるかもしれないですね。そう、この辺ほらマンション屋なんかで、
あんまり大きいのって買えないでしょ、うん、そうです。100円の中の10円はロックのお菓子代って言ってね、来る子も多いんですよ。お勉強になりますよね。まあ上層教育っていうかね、うん、そういう勉強にもなるし、そう駄菓子を買って数学、はい、算数の勉強もできる。そう、算数やってますよ。だから今、うん、さらに型抜きっていうのがあるんですけど、はい、これはまあ勉強で言えば集中力っていうんでしょうか、はい、やってみますか。やっていいですか。ちょっと集中力消えてるんで、初心者としてこっちのコマの簡単な方、はい、集中力のある子はね、1枚をね10分ぐらいかけて一生懸命やります。すごい怖いですね。でもこれなんか失敗しそう、うん、あ、行っちゃいましたね。あー、行っちゃいましたね。頭乗れちゃったよダメだこれ才能なし。それではここからは地下鉄長町一丁目周辺の美味しいお店を連発でいきますよ。はい、いいねストライクいいね。美味しい自家焙煎コーヒーが人気のフクロウの森は、1万冊を超える漫画を自由に読みながらゆっくりとした時間を過ごせる喫茶店。さらに店内を見回せば至る所にフクロウの置物が。鳥が全般的に好きなんですけども、その中でもフクロウは丸くてキョロキョロって愛嬌があって、最近がなんか幸福のイメージがあるんで。そんな縁起のいいフクロウに囲まれながらいただいた人気メニューのピザトーストは、わ、パンもふわふわで、もう具もたっぷりですね。うーん、おい、食べ応えバッチリ。いいでしょう。いいね。創業140年、変わらぬ味で親しまれる沼田豆腐のお豆腐は、うん、すごい濃いですね。濃厚ですね。濃い豆乳を使ってるからです。そんな豆腐と同様、濃厚な豆乳を使って作ったのが新商品の豆乳プリン。普通の豆乳は豆の癖があって、あの苦手だっていう方が結構いらっしゃる。そういう方にも体にいいので取っていただきたいな。生クリームとちょっと甘みが加わることでスイーツ感覚で食べられるので、これなら本当にどなたでも美味しくいただけますよね。いいでしょう。いいね。こちらの矢車寿司はとってもお得なランチがいただけるそうなんです。お待たせいたしました、はい、どうぞ。豪華ですね。お蕎麦かうどんがついて、はい、これ全部でおいくらですか。750円になってます。安くないですか。安く美味しくいっぱい食べてもらいたいから昼間、これはすごいですねさらに子供たちに大人気なのがお寿司屋さんごっこも楽しめる勝手に寿司セットということで、へい、いらっしゃい。へい、何にしましょう。え、お、今日はね、おすすめのが入ってるんですよ。じゃあ親分、そのおすすめのお願いします。寒ぶりのね、トロトロの部分。あ、トロトロ、うん、これがいいんだよ。すごい腕前ですね、親分。へい、お待ち。いただきます。どう、どうだい、おいしい。それなんだ。いいでしょう。いいね。私は長町南にあるクラウド仙台河原町のモデルルームにやってきました。こちら大人ラグジュアリーをテーマにしたクラウドの最新モデルルームになっております。大人ラグジュアリーってリリコさんにぴったりじゃない。リリコさん毎月東京から仙台に通うの大変そうだから、私たちが代わりにチェックしておこうよ。そうだね。お、すごい、おー、綺麗、すごい、こちら本来は 4LDK になっているんですが、最近お客様の声で部屋数よりも広いリビングが欲しい、そういったご声が多いもので、洋室と和室をなくしてリビングに合体させることで広いリビングを実現しています。快適な暮らしのイメージが膨らんできた3人は、ちょっと見てこのキッチン、とってもいいんじゃない。素敵ですね、リリコさん。やっぱ収納もたくさんあるのよ。すごい、本当だ、すごいでしょ。じゃあいつ彼氏ができてもそういうこと、ね、そういうことなの。もう一つオーダーメイドで変えたところ、大きなところがございます。こちら、え、わおわお、あ、え、ここですよ。なんと廊下から寝室に向かって収納が続いているウォークスルークローゼットになってます。おー、初めて聞いた。いやー、ウォークスルークローゼットにして大正解ね。あなたもそう思わない。いやー、そうだね、リリちゃん、今日も綺麗だね。ありがとう。ママ、今日何して遊ぶの
あなたはもう早く寝なさい。え、あなた早く寝なさい。大人の時間だからごめんね。あれよし、さて寝ようか。オーダーメイド感覚で叶う大人ラグジュアリーな住空間、詳しくはフラウド仙台河原町のウェブサイトでご確認ください。